今回はこれ、デコボコとツルツル。こんにちは、株式会社小玉ガラス小玉です。一般的な硬板ガラス、霞をはじめチェッカーガラスや淡入りガラスなどのデザインガラスは片面がデコボコで、反対面がツルツルになっています。さまざまな場面で使われるデザインガラスですが、裏と表をどちらにすればいいかについてご説明していきたいと思います。ガラスのデコボコ面とツル面で、ツル面の方が汚れても掃除がしやすいので、汚れがつきやすい方をツル面にします。外部の窓に使用する場合は外部をツル面、部屋内をデコボコ面にします。飲食店などで厨房との間仕切りや目隠しに使用する場合であれば、厨房側をツル面にすると良いです。また客席のパーテーションで使用する場合はどちらの面でも良いですが、客席側をツル面にした方が掃除しやすいのでおすすめです。食器棚やキャビネットの扉、室内の建具であれば汚れやすさに大差がないので、どちらでも特に問題はありません。お客様の好みで決めていただければと思います。個人的にはどちらかというと、ガラスをツル面から見るよりデコボコ面から見た方が綺麗なので、キャビネットの扉であればデコボコ面を外側、室内の建具であればデコボコ面をメインの部屋にする方をお勧めいたします。チェッカーガラスは両面がデコボコしています。こういう場合はガラスをよく見ると凹凸が多い面と少ない面があるので、凹凸の少ない面を外側、よく汚れる方、まあ、室内の扉とかであればどちらを表にしていただいてもいい問題になります。以上、硬板ガラス、デザインガラスの裏表どっちにしたらいいでした。株式会社コダマガラスが運営する YouTube チャンネル KG プレスチャンネルでは、ガラス業界の常識にとらわれず、ちょっと変わった切り口でガラスの本当のところをお伝えしています。毎週木曜日に動画を公開していますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた来週もお楽しみに。